駿台ベネッセの曲の結果ですかね。そうですね、はい、大学入学共通テスト英語リーディング予想問題集、比較的簡単だったかな、うん、あ、そうだったっていうと結果は始まりました。モニタッチチャンネル。さあ、坂井さんにおいでいただきまして、いよいよ受験前最後の動画になります。はい、早かった。早いですね。あっという間に来ました。いよいよ最後は、駿台の共通プレイの結果ですかね。そうですね、はい、では見ていきたいと思います。はい、感触はどうでしたか。感触は原文がなんか解けたかなって思いはしましたね。前頭よりは全然できて、あ、もう、ね、はいはい、前頭共通テストプレイはなかなか難かったということで、はい、リーディングまず英語ですね、はい、76点、偏差値 57.3 か。なるほどね。やっぱり結構受けてる人数も多いからね、やっぱこう57ぐらいになるよね、偏差値。リスニングが75。なるほど、偏差値 58.4。 あ、なるほどね。まだ8割にはいかないって感じですね。英語はどうでした。英語はなんかと安定して7割後半取ってんな。なるほどね、うん、安定して、それで安定しちゃダメなんですけどそうなんですよね。で、国語が149。あー、70、まあ同じぐらいってことですね。結局どれも 75% あたりってことで、現代文が85点なんで、まあ、現代文はいったと。それぐらいで、これ漢文古文分かんない。古文が29点、漢文が35。まあ漢文高いね。これも漢文始めてる。この時漢文始めて2日ぐらい。ああ、漢文始めてですか。漢文は取り物である。あ、ただまあ偏差値50なんで、やっぱ平均って高いね。なるほどなるほど、 OK です。じゃあこれ、このデータをもらえればと思いますので、はい、はい、じゃあ本日やってもらうものですね、もう多分だいぶ問題ないと思うんで、これ知ってますか、これ。ちなみに、いや、初めて見ました。あ、そうですね、大学入学共通テスト英語リーディング予想問題集っていうんですね、まあ、知り合いの宮下先生が書いてる本、言えばもらえただろうけど、はい、やってもらおうと思います。で、これに予想問題3回分ついてるんですけど、はい、1、2をやってもらおうかなと思って1、はい、はい、予想問題の1はいわゆる共通テストの第1日程っぽいやつ、予想問題2が第2日程っぽいやつになってるんで、まあ、それをちょっとやってもらって、でそれをちょっと答え合わせしてどれぐらい取れるのかっていうのを見てみたいと思います。はいはい、はい、解き終わりました。どうでしたか。なんか比較的簡単だったかな、うん、あ、そうだったんですね。あの、まあでも第2回の方がなんかちょっと迷う問題が結構ありました、ね、あ、なるほどね。じゃあこの予想問題1回の目の方が簡単と。そうですね、そう、難易度はそうだって。もうでも80分は慣れた。もう長時間と感じなくなったんじゃない。さすがにこう毎回毎回やらされてるからよし、じゃあそれはそれはよかった。じゃあいよいよ答え合わせですね。はい、回答1のありました。44344 44 OK、 全部正解。次が111 2321141 11 3131 4213 43で12 12 OK で252 252 いや113 2 532 232 423 で111で1。はい、こんなんできるもんなの。これ何、デジャブ感がすごかったとかじゃなくていや、なんかすごい簡単なのかなっていうふうに迷うものなかったですし、しかも結構早く終わったんですよ、うん、なるほどね。ということで、と結果は98点ということで、過去ぶっちぎりの最高点いや、ちょっと大丈夫かはい、自分逆にすればよかったかなまあまあまあ、自信につながれば。まあそうです。そう、問題2回、はい、いきましょう。はい、34241 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 1
はい、ということで計算すると2、4、6ですね。ここ、あ、大問2が苦手なのね。6、9、91。はい、おー、すーげーのかどうなのかは分かりませんがということで98と91。はい、おー、すごい、最後に期待を持たせる感じで終わりましたさあこれでいよいよラスト勝負、あと1週間ちょっと、はい、という感じなんですが、もうこの動画が出る時にもそうですね、あと1週間とかになってると思うんで、次はいよいよ本番の後になりますので、はい、もう最近調子的にはどうですか、いろんな問題解いてみては。リーディングが 75% で安定してるやつなんですけど、うんうんうん、そこからやっぱり1段階ちょっと上行って、うんうん、8割超えてくることが多くなったなっていう感じで、ね、よかったこっちもねめちゃめちゃ緊張するもうよかったよかった、それは。じゃあそれでいろいろな、もしそうですね、あと必要なとか、もうこの問題やりたいみたいなのを言ってください。それを、英語は特に少ないんで、この形式のものが揃えていかなきゃっていうか、用意しなきゃいけないんで、やっぱもう毎日1セット分ぐらい全部解く感じでやってますか。そうですね、毎日リーディング、リスニング、国語、ああ、もう全部やってる感じで、はい、よかった、そいつはこれも使ってもらってあとこれの実践のやつが欲しいみたいなのを言ってもらえればそれを揃えますので、それをどんどんやってっていくって感じです。で、思ったよりできちゃったからさ、なんか何もなくなっちゃったじゃあこれのリスニング編もね、別に用意できるし、なんかちょっと調べてもらって、はい、この実践のこれみたいなので、で、あとはそうね、もしね、やるとして一般受けるとしたら、はい、どこを受ける、一般受けるとしたら、そうそう、まあ、だって英国でしか受けられないわけじゃん。そうです。それでまあ一応自分も見ておきたいので、そこの問題とかを、はい、どこをやるとしたら、うん、まあとりあえずまあ法政、はいはいはい、法政で、法政はもう一般共通テスト使わないで、使わない、あ、もう法政の問題を、はい、解くわけね。ははは、そっか、じゃあ、まあ、まあレベル一気に上がるけどね、そうですね、読解問題の、はいはい、他はまあ女中央青学があるかなっていうふうに思ってて、うんうん、で学部は学部国際系、そこら辺が中央国際系で青学は文学部だったかなと思うんですけど、うんうんうん、まあそこを受けるかどうかはまあそうね、まあ、まだ分かんないですけど、それもとにかく共通テスト終わんないとなんで、で他はまあ正常と政経、ああ正常政経、はあ、はあ、はい、なるほどね、それは東京経済大よりは上になる、まあそうです、その場合どうする、いけるのかなっていうのは、でも学部経営、はい、はい、経営であります、ね、ああ正常と政経、他はもう他だと日曜、日大とかもあるでしょ、一応日大のスポーツ、あ、そうか、日大のスポーツは社会必要はいらないですね、あ、いらないんだ、どっちが、日大のスポーツと東京経済大どっちがいい、まず東京経済に入学したのが、うん、日東駒線行くならあんた東京経済行きなさいって学校の先生に言われて、うん、あ、そうなんだ、それで日東駒線受けなかったんですよ、うん、そうだった、はい、受けないで自分の行きたいところだけひたすら受けて、うん、で受かったのが東京経済だけだった、あ、そういうことなんだ、はい、学校の先生にしたかったんだ、そうですねうん、そうか、どう、それでも日東駒線の方がいいなって思ったりする、あんまり思わない、あ、まあ、あ、そうなんだ、日大のスポーツ他にある、まあ一応日大が全学部で、あ、なるほど、いけるのかなぐらいで、うん、全学部ね、うん、あと東洋、あ、東洋か、東洋のスポーツはないんですけど、ない、東洋は何が、まあでも学部はまあ、経営も経済もいろいろあるので、捨てはげが言ったのは大東文化か、そうですね、大東文化、中和小だったもんね、うん、なるほどなるほど、まあ終わってからでね、あと1週間の戦いの後に考えるものだから、うん、その後で考えればいいや、はい、まあ、今はとにかく共通テストを突っ走ってもらって、国語はやっぱセンターがあるから大丈夫、はい、それでもやっぱ変わってるなっていう印象、国語はそこまで、まあ、複数資料があるだけで、うん、そこまで変わったっていう印象は、なるほど、じゃあセンターの過去もやってっていう感じですか、そうですね、うん、でももうセンターは全部解いちゃいましたね、あ、そうなんだ、もう第1回のやつまで全部もう解いちゃって、第1回、はい、センターの第1回っていつなの93ぐらいですかね、
なるほど。じゃあ国語もだいぶ問題がもう枯渇してきてるわけね。そうですね。じゃあその辺も言って、はい、なんかまあお届けしますので、はい、全部注文して、まあ多分今言ってもらえれば、これやってないこれやってないみたいなのだといえばそれを送ると思いますので、じゃあまあ残り最後まであがいて頑張ってください。はい、皆さんもぜひですね一緒に頑張っていただければと思いますので、はい、頑張ってください。では次は結果ですか。はい、わあ、そうですね。次の動画も結果なので、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.